おはようございます。日本にやってきたお騒がせ助っ人たちの真相に迫る番外編、今回はゲーブ・キャプラーを取り上げていきます。1975年、ロサンゼルス市ハリウッドでユダヤ系アメリカ人の家庭に生まれた本名ガブリエル・ステファン・キャプラーはムーア・パーク短期大学を卒業した1995年、 MLB ドラフト57巡目でデトロイト・タイガースから指名されました。全体順位は1487番目とそれほど期待されていなかったキャプラーでしたが、広い守備範囲と強肩で頭角を現し、第4の外野手として1998年、22歳でメジャーデビューを果たしたのです。翌年には18本塁打を放ってレギュラーに定着すると、テキサスレンジャーズ移籍後も3年連続2桁本塁打を継続し、チーム記録の28試合連続ヒットを放つなど、打率も3割の大台に乗せました。2001年は23盗塁を決め、足でも見せた右打者は MLB で着実にキャリアを積んでいくと、使い勝手のいい選手としてその後も移籍先のロッキーズやレッドソックスで重宝されたのです。2004年、外野をすべて守れる左投手要員は自己最多の136試合に出場、打率2割7分2厘、6本塁打、33打点でレッドソックスのワールドシリーズ制覇に貢献すると、その年のシーズンオフ、運命を変えるオファーが届きました。圧倒的な破壊力で史上最強打線と謳われながら優勝を逃した読売ジャイアンツは、堀内監督が目標とした守りと機動力で競り勝つ野球を実現するため、センターラインの補強を掲げると、俊足に強肩を兼ね備えたバリバリのメジャーリーガーに白羽の矢を立てたのです。前年チームトップの178安打を放った清水孝行をスタメンから外してまで獲得する必要があるのかと疑問符はつきましたが、数々のボディービル雑誌の表紙を飾り、スポーツシューズの CM で懸垂を披露するなど、屈強な肉体を持った身長188センチ、体重86キロの助っ人は海を渡ってきたのでした。走攻守三拍子揃った背番号22は、オープン戦初打席でいきなりホームランをかっ飛ばすなど大いに期待させましたが、いざ開幕すると内野ゴロにポップフライの山を築いて17打席ノーヒットとスタートでつまずいたほか、4月のセリーグ併殺打王に輝く始末でマスコミやファンから厳しい声が出始めたのです。それでもスタメン起用を続ける堀内監督は、打撃で取ったんじゃない、守備で取ったんだと強気な発言を繰り返しましたが、ゴールデンウィークに突入する頃にはスタメン落ちして代打兼守備固め要員となりました。本人の承諾なしに2軍降格ができない契約だったことから、打率3割8分7厘と絶好調だった矢野を2軍に落とすなど、チーム内に不協和音が蔓延し始めると、清原やローズ、同期入団のダン・ミセリから冷たい仕打ちを受けるようになります。キャッチボールでミセリが故意に暴投するのを必死に追いかけ、ローズから頭を坊主にしたら仲間に入れてやると言われた翌日、本当に頭を丸めた助っ人は指揮官から何考えてんだと失笑されながらも必死にチームに溶け込もうとしましたが、次第に居場所を失っていきました。怪我も重なり練習にも参加できなくなったキャプラーは、それでもファンサービスをしようと試合前の東京ドームで子供たちに必死でサインを書きましたが、結果も残せず練習も不参加の選手が何してんだ、サインなんか書いている場合ではないとメディアから批判されるなど、全てが裏目に転がったのです。ファンの声援もなく、アドレナリンが出ない、多分自分は日本の野球に向いていないんだ、残りのシーズンは腰の治療に専念したいと、性格は申し分ないと言われた人柄が嘘のように言い訳を並べると、7月8日自ら退団を申し出ました。わずか38試合の出場で17安打、打率1割5分3厘と散々な成績を残して帰国した助っ人はボストンレッドソックスと契約、 3A ポータケットで元巨人軍のロベルト・ペタジーニとアベック本塁打を放つと、
対左投手要員として即メジャーに昇格し、4打数2安打を記録したのです。その年限りでユニフォームを脱いだキャプラーは、巨人時代は一部のクズを除いてみんないい人だったけど、日本に行ったのは間違いだった、本当に後悔しているよと忸怩たる思いを口にすると、レッドソックス傘下 1A の監督に就任。名将テリー・フランコーナーを支えていましたが、2008年現役復帰の意向を示してミルウォーキー・ブルワーズに入団しました。左投手が得意な外野手として98試合に出場、打率3割1厘、8本塁打とまだまだやれることを証明した翌年、自身のラッキーナンバーでもあり、ユダヤ教において生命という意味のある18番にあやかって、タンパベイレイズと1年100万18ドルで契約を結んだのです。レイズ不動のレギュラー BJ アプトンが左肩手術の影響で開幕絶望だったことから、センターやライトを任された貴重なバイプレイヤーは、対左投手の長打率は6割8分と驚異的な数字を叩き出し、レイズの GM アンドリュー・フリードマンは、彼ほど左投手相手にうってつけの打者はいない、守備も素晴らしいし、チームに欠かせない存在だ、いるだけで若手の手本になると高く評価、1年105万ドルで契約を更新しました。その後はロサンゼルスドジャースのマイナー契約を経て2度目の引退を発表すると、テレビ解説者や WBC イスラエル代表監督、ドジャース球団のファームディレクターを務めていましたが、2017年10月30日、若手発掘の手腕を評価していたフィラデルフィアフィリーズから監督就任のオファーが届いたのです。低迷期から脱却を目指すべく、大役を命じられた42歳の新人監督は、大変光栄に感じ、興奮しています、と述べると、元チームメートの上原投手は、アメリカで対戦したキャプラーが監督か、と感慨深げにツイートしたほか、マット・クレンタック GM は、ゲーブはリーダーシップがあり、進歩的な考えを持っている。チームの未来を託すのにふさわしい人物、と期待を表し、ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は、我々のファームシステムやカルチャーを彼は身につけている。素晴らしい仕事をするだろう、と、その手腕に太鼓判を押しました。日本では、コミュニケーションについて多くを学んだね。相手の話を注意深く聞くことや、チームメイトが何を必要としているか知ることが重要だと気づいたんだ。その経験は今でも役立っているよ、と若手中心のフレッシュな選手との関わりを大事にしながら指揮した2018年、前年ナ・リーグ東地区最下位だったチームを生まれ変わらせ、80勝82敗の3位になったことからサプライズチームと呼ばれたのです。2019年シーズンまでフィリーズを率いた翌年、2007年から12年間監督を務め、世界一3度の名将ブルース・ボウチーの後任を探していたサンフランシスコジャイアンツから3年契約で監督のオファーを受けると、2021年シーズンで球団史上最多となる107勝55敗を記録、最優秀監督賞を受賞しました。日本球界 OB としてはドン・ジマー、デーブ・ジョンソン、ジム・トレーシー、トーリ・ロブロに続いて5人目の受賞となったキャプラーは、新型コロナウイルスで自宅待機中は PS4 の MLB 座礁でチーム編成を研究していたんだ。全打席を見ることができるし、相手投手のタイプもわかる。1試合5分で分析できるよ、と語っています。国が人々のために行動しているときは、忠誠を示して起立し、そうでないときには座って抗議するんだって父から教えられてね、と銃規制に取り組もうとしない政府に対して抗議の意味を込めて、試合前の国歌演奏中グラウンドに出るのを拒否した助っ人は、日本のことは今ではポジティブな経験として捉えているよ、いいプレーができなかったのは私の責任、もっと貢献できればよかったけどね、言葉の壁がある選手こそ継続して対話をする努力が必要なんだ、あの頃私はまだ若かったから少しだけ日本でプレーしてすぐにアメリカに戻ろうと思っていた、
もっと長期的な視野で物事を考え、日本に長くいる前提で野球に取り組まなかったことは後悔しているよ、と振り返りました。MLB12 年間で打率2割6分8厘、82本塁打、386打点を挙げたメジャーリーガーは、下位指名から這い上がり、異国の地で数多くの失敗を味わいながら、人間関係にもがき苦しんだ経験を生かして、ビッグリーグの最優秀監督にまで上り詰めたマッチョなリーダー、ゲーブ・キャプラー。いかがでしたでしょうか。今後も良くも悪くも大きなインパクトを残していったお騒がせ助っ人たちをご紹介していきますので、ぜひご登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。